こんにちは、ネモです。ベタです。今回ですけども、プロスピ企画、千賀投手でノーヒットノーランを達成しようということでですね、はい、僕らも2人の動画を少しずつ増やしておりまして、はい、まあ、ポケモンやったり、今回はプロスピを一緒にやっていきたいと思います。はい、やっていきましょう。でですね、はいはい、ノーヒットノーランを達成する企画を、まあ、コットなんでやりたいんですけど、はい、まあ、僕正直めっちゃ初心者で、さっき44対3とかで負けたじゃん。はい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 。なんで今回は、まあ、簡単にね、こうまずは触りとして、このシナリオの速報プレイモードを使って千賀投手を2回投げて、2人でなんとか完成じゃないか、ノーヒットなんか、はい、達成していきたいと思います。やっていきましょう。じゃあベタからやらせていただきます。はい、はい、お願いします。はい、星5で挑んでいきましょう。福岡ヤフオクドームには大観衆が詰めかけています。福岡ソフトバンクホークス対千葉ロッテマリーンズのゲームです。はい、では始まりました、ソフトバンク対ロッテ。見てないんですよ、俺速報しか聞いてないんですよ。あー、そうなんです。ツイッターバンバン来るから、さすがにちょっと見て。あ、いや、仕事中ですんげー見たいなっていう気持ちだったんですけど、ダメでしたね。そしてセンタープロスピってなってるけど、プロスピ初心者すぎてさあ行きましょう。はい、行きます。これは何、交代制でやっていく感じ。交代制、まあ多分1回じゃ両方ともクリアできないんで、まあ初めベタがやって、その次失敗したらネモさんがやるっていう感じでやっていきましょう。とりあえず、まあ千賀といえばホークなんで、ホークを決め球にして狙っていこう。おっと、これさすがにセカンドボールじゃない。さすがに、はい、OK、いい滑り出し、はい、こんな調子でバンバン行きたいんですけど、まあ、さっきは1点の三振ならばめっちゃコーナー決まるよ。そう、はい、さっき2人で対戦してる時全然コーナー決まらなかったですもんね。僕そもそもその丸のやつよく分かってなかった。ちなみに青と赤は何なの。あ、赤が相手の得意なコース、ーで青が苦手なコースだと自分は認識しております。あ、そうなんだ。これ苦手なコースだから。うわー、うわー、いきなり打たれました。いきなり JCB 行きました。いやー、ネモさん行きましょう。バッターは6番日岡。さあ、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。僕は結構直球攻めで行くわ。はい、おいおい、ベタうるさい。ご愛嬌でお願いします。ベタの笑い声うるさいぞってまた言われるぞ。しょうがないですよ、笑い丈夫なんで。打ちました。あらららららら、オッケー、ナイス、はい、ナイス、ナイス。バッターボックス軽くルーム参加してるんだよ。あららららら、三振に倒れています。丸のやつで抑えたいですね。でもまだ抑えてるから。そうですね、まだ一人残り5人。千賀、まずは千賀。これフォアボールはいいんだよね。フォアボールは大丈夫です。ノーヒットノーラン。うわー、うわー、割とやばいんじゃない。やばいっすね。9回じゃなくてよかった。そうっすね。6番バッター清。じゃあベタの番でいきます。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。相手の得意なコースを厳しいコースに投げ込んでいきました。はい、コーナー来まして。早いね。早いっすね、千賀。やっぱりもう100球投げてるけどね。そうっすね、もう160キロの出してる時点すごいっす。じゃあお化けフォークで決めに行きます。はい、あの黄色いピコピコなんなん。多分ぴったりあったんでしょうね。あ、なるほどね。なかなかね、そういうのが俺らは出せないと思うんですけども、出せた時は温かく見守ってください。もう神々だし、とりあえずびっくり外しまくりだし、大丈夫なんだってなってるけど。やばいっす、ちょっとやばいっす。引っ張った。おっと、これはファーストだ。おっと、いい。オッケー、二人目。ナイス打ちか。一発怖いですけども。あれやの8番の。そうなんですよ。ロッテの。うわー、怖え。同じコースばっか攻めたらダメなのかな。あー、マジかー。あー、三球勝負いらんかったやろ。ちょっと勝ちを急ぎましたね。ホークス一点差に詰め寄られる一発を浴びました。さあ、打順は6番もう何度対戦したことか。先ほどの打順の顔より見た光景。さすがにそれは多すぎる感じはするけど。大きく変化しました。得意のボールでストライクを取りました。うわ、うまいんだな。あれ。はい、何回目かわかんないけど、どんどんやっていきましょう。先ほどの打順。わあ。この打球は落ちる。これはこれはセンターが掴んでワンアウト。そうですね。
まずはワンアウトを取っています。インサイド落ちました。これはわあ。掴んでツーアウトです。センターフライに倒れています。うわあ。待って、いらっしゃる。おい、危ねえ。これはやっと1回終わりますね。根本さんに望みがないってことが分かってるんで。追いかける。インサイド落ちました。これはどうだ。アウト。ワンプロスピ君なんだ。あ、多分これキャルドスいないかいじゃないですか。ではフォアボールを選んでいます。いい、もうだいぶ慣れてきましたね。ちょっと調子乗ってるかもしれないですけど。アウトコース落ちました。じゃあ打たれるまでがデフォなんだけど。キャッチャーが落下点に入ります。これはいけるやつ。これはいけるやつですね。絶対いけますよこれ。バッターボックスは。おー、見逃された。3ボール2ストライク。おい、見逃した。試合終了。いやー、ネオさんのクリアいきますか。あー、確かに。いやすか。行きましょう。帰りてー。帰りましょう。のピッチングとなりますが、やや気持ち。3球目打ちました。あー、オッケー。グラシャル。レフトライナーは見逃し三振に倒れています。さっきをさ。わー、危ねえ。いやー、レアードに一発ホームラン打たれてほしいな。打たれてほしい。綺麗に打たれてほしいな。来たか。あー、ちょっ。あー、間違えた。今の取れたんじゃないですか。打ちました。痛烈。これはショートライナー。最後は見逃し三振に倒れています。あ、オッケーナイスガン、ナイスガン。はい、オッケー。あ、やー、レアードに一発ホームラン打たれてほしいな。あれ、おい、メタの笑い声うるせえよって言ってやばいよね。次行こう。やっていきましょう。いや、でも俺簡単にクリアできましたよ。うるせえあれ。うわあ。ちょっと待って、一人追いにいるんだけど、とりあえず。おお。引っ張った。これはどうだ。ペア。ペア。あれ。もう魔の清田になってます。来た。引っ張った。さあ。この打席は打たれるところが大事ですか。ちょっと待って、これいける。これいける。レフトへ打球。まずは8回終わらせましょう。そうですね、一番初め本当に俺にバカッとホームラン打たれますからね。うるさい。俺初心者なのに14本ホームラン打ってますからね。ちょ、その情報いらんじゃん。ボールカウントは覚えとけよ、マジで。打ちました。あー、オッケー。はい、ナイス三振。千賀らしい。はいはい、分かってきたけど、成長したのは不利だった。打ちました。この当たりはどうか。この打球は落ちそうだ。ワウンバ打ちました。おい、おお、オッケー。ナイスが、いいよ。バッターボックスが野球知らない。レアード、空のあるボールです。なんとなく分かった。あとは根本さんの守備が。一塁アウトで。あと3アウトです。やっとここまで来ました。を示すような内容ですね。そうですね。おー、強い。見せていく。ランまであと2を取らないといけませんよね。なるほど。打ちました。おお、追い込んだ。オッケー。ナイスピッチ。バウンド鳴らしてね、ちょっとね。最後一人ですよ。バッターボックス。鈴木大地。最後一人。最後まだ当たりがありません。ここはもう三振で決めてほしいんですけど。ちょっとロージとかつけたい。ツーアウトランナーありません。さあ、勝利まであとワンアウトとなりました。そうですね、まあ落ち着いてしっかりと最後のアウトを取ってほしいですよね。お疲れ様です。危ないですね。超気になったわ。はい、ということで、なんとか2人ともミッション成功しました。はい、ということでですね、まあ今回はこんなもんで、まずは導入としてね、皆さんにプロスピンもちょこちょこやりますよってことがお伝えできればいいかなっていうのと、まあベタ君との動画もね、少しずつ増やしていければいいかなと思ってますので、はい、まあちょっとでもね、この動画が良かったよって方はぜひ、チャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。ベタ君から最後に何かありますか。いや、プロスピン楽しいですね。ネモさんに勝てるゲームなんてなかなかないんで楽しいっす。ベタの笑い声うるさい。ではでは、皆様は次の動画でまたお会いいたしましょう。さよならー。